そういや、パイがありましたよね。パイはもう焼けてるのかな？あ、焼けてるけど冷めてないんかな？いい匂いだ。でも熱すぎて食べられない。いつまで熱いねん、このパイは。どうもこれは外に行くしかなさそうですね。けど人間は殺されるんですよね、外行ったら。このままずーっと平和な話で進んでいくというわけではないんですね。止めても無駄よ。これが最後の警告です。どうしても出ていくというのね。そう。あなたも他の人間たちと同じなのね。なら残る手段は一つしかない。私を納得させてごらんなさい。あなたの強さを証明するのよ。トリエルに行方を塞がれた。これは普通に戦って勝てる相手じゃなさそうですね。分析。ほら、アタック80、ディフェンス80、これはあなたを守るため。わっだけど、ダメージは2しか食らわんかったな。話す。適当な話題を思いつかない。あいだ。おお、よう避けれたな、今。トリエルは魔法攻撃を準備している。まだ見逃せないですね。もう一度話しかけようとしてみた。おっと、うわあ、当たるか。トリエルは目を合わせようとしない。皮肉なことに話し合いでは解決できそうにない。つってもな、攻撃するんか。じゃあ、うわっ。トリエルは魔法攻撃を準備している。戦ってみようか。23与えてもほとんど、あ、じゃ減ってないぞ。目を合わせようとしない。みんな逃げてみよう。バトルから逃げた。それでいいのよ。お部屋に戻りなさい。もう戻ってきたの？本当に聞き分けのない子ね。そらそうよ。なるほど、バトルは途中で離脱できるんですね。ただ、どうもこれ勝てそうにないですけどね。あかんか。なあ、当たるって。ほら、当たるわな、そら。こんなん避けれんの？うわ、これ負け確イベント？何も出てこんな。おっと、うわ、うわ、まだか。しつこいな。これは話すはもうあんま意味がなさそうですね。ああ。てんてんてんやって、逃がすってあんたって感じなんでしょうね。態度がよそよそしい。逃がすでもないか。お、これ動かんかっていけるんか。てんてんてんが増えた気がするぞ。はてな。けど逃がすした後はこれダメージ食らうところに飛んでこないですね。何をしているの？これでいけそうやな。話の内容は変わってきたぞ。戦うか逃げるかしなさい。怒ってますね。しかもなんか攻撃してくる気配が。力を証明するんでしょ？これやな。戦うつもりがないなら逃げて。いやいや、逃げても結局話進まんかったんや。やめなさい。いや、ほんまマザーっぽいな、これ。好きやわー。そんな目で見るのはやめて。逃げなさい。あれ？戻ってしまったぞ。あれで違うのか。かなり粘りましたけど。あ、いけた。分かってるわ。あなたはお家が恋しいのよね。でも。
お願いだからお部屋に戻って、私がちゃんとお世話する、約束するわ。確かにここは何もないところだけれど、私たちきっと楽しく暮らしていけると思うの。これ以上私を困らせないでちょうだい。お願いだからお部屋に戻って。ふふふ、私本当にダメね。子供一人満足に救えないなんて。いいの、分かっているわ。一生ここで暮らすなんてあなたは嫌よね。慣れてしまうと遺跡はとても狭いところだもの。ここはあなたにとって良い環境とは言えないわ。私の望みも寂しい気持ちも心配もあなたのために今は全部忘れましょう。よっしゃー、どうしても行くというのなら私はもう止めません。でも一度この扉の外に出たら二度とここへは戻らないこと、どうか分かってちょうだいね。悪人ではなかったみたいですね。さよなら私の大事な子。なんか悲しいですけどね。もう会わんなんてことある？またなんかの時になったら出会ったりするんじゃないの？なるほどね、感心したよ。君、自分ではうまくやったつもりでしょ。でもこの世界では殺すか殺されるかだ。たまたま自分のルールが通用したからっていい気になるなよ。たった一人の命を救ったからってさ、誰のことや。さぞかしいい気分だろうね。君は今回誰も殺さなかった。これ僕に言ってんの？もしかしてキャラクターに言ってるんじゃなくて。だけどさ、もしも殺人鬼に出くわしたらどうする？そいつに何度も何度も殺されてとうとう心がくじけたら、その時はどうするの？苛立ちに任せてそいつを殺しちゃう？この花悪いやっちゃな。それともこの世界を完全に見捨てて僕に支配させてくれる？ラスボスか、もしや。なぜなら僕はこの世界の未来を担うプリンスだから。心配しなくていいよ。君を殺して力を奪うつもりはない。それよりもっと楽しいことをやるつもりさ。嫌いやわこいつ、気持ち悪い。なんかオープニングが終わったっていう感じですね、ここまで。バイ、あ、会社の名前か。ふぅ、これが外の世界ですか。雪かな。で、なんか針葉樹みたいなのが生えてるように見えますが、木の枝か。ん？何の音や今の。なんか追いかけてきてる？やっぱり追いかけてきてましたね。何もんや。おい、人間。初めて会うのに挨拶もなしか。こっちを向いて握手しろ。うわっ、骸骨や。はは、引っかかったな。手にブーブークッションを仕掛けといたんだ。お約束のギャグだよ。それはそうと、あんた人間だろ。ははは、ウケるな。いやいやいや、お前がウケるわ。オイラはサンズ、見ての通りスケルトンさ。人間が来ないかここで見張ってろって言われてんだ。つってもオイラ的には人間捕まえるとかどうでもいいけどな。でも弟のパピルスは筋金入りの人間ハンターだぜ。あ、噂をすればパピルスが来たっぽいな。そうだ、とりあえずこのゲートっぽいのをくぐれよ。普通に通れるだろ、パピルスが作ったんだけどさ、意味ないよな。うん、そのちょうどいい形のランプに隠れてくれ。隠れれる？こんなちっちゃいもんに。おお、うまいこと隠れたもんやな。よう、パピルス。
よではない。パズルを調整しておくようにと8日前に言いつけたのに、未だに何もせず勝手に持ち場を離れてフラフラと。こんなところで何をしているの？そこのランプを見てる。いいランプだろ、お前も見ろよ。そんな暇はない。人間がここを通ったらどうする？人間の襲来に備えるのだ。そして必ずこのパピルス様が人間を捕まえてやるのだ。そうすればこの偉大なるパピルス様の望みは全て叶う。人気者になって尊敬されて、ついに憧れのロイヤルガードになって、そしてみんなにお友達になってって言われちゃったりして、毎日ラブラブ光線を浴びまくるのだ。そんならこのランプに相談してみるのがいいかもな。どうしても見つけさせたいのか。ちょっと適当なこと言わないでよ、この腐れスケルトンめ。兄貴に対して口悪いな。毎日何もせずに骨クソほじってばっかのくせに、うまいこと言うたつもりなんやろか。そんなだと偉い人になれないんだぞ。いやいや、こう見えてもトントン拍子に出世してるんだぜ。なんでトントンだけ黄色いんやろか。スケルトンなだけに。うわー腹立つわー。寒。またまた顔が笑ってるぜ。もともとや知ってる。悔しいけど、はあ、なぜ俺様ほどの偉大なスケルトンが人気者になるのにこんな苦労をしないといけないのか。パピルス、たまには肩の力を抜けよ。それが本当の骨休め、なんつって。うわぁ、もういい。俺様は自分のパズルの管理で忙しいんだ。まったく、兄ちゃんは本当に骨の髄まで生け噛んでもうたわ、もう。呆れて。にゃはははは。ああ、やっと終わった、この、あ、帰ってきはった。もうええで。よし、もう出てきていいぜ。早く行かないとパピルスが戻ってくるぜ。そしたらオイラのキレッキレのダジャレが再び炸裂するぜ。それは嫌やな。警備員の詰め所のようだ。なぜかケチャップとマスタードとピクルスが置いてある。これなんやろ。なんもないんか。まあいいや、進もう。なあ、ちょっと一つ頼んでもいいか。ここ最近パピルスはずっと落ち込んでる。あいつの夢は人間に会うことだから、あんた会ってやってくれよ。捕まるんだろ。大丈夫、パピルスは実はそんなに危険なやつじゃない。頑張って強そうなふりしてるだけだ。だから一つよろしく頼むぜ。オイラはこの先で待ってる。あのランプの形のちょうど良さを思い出すと決意がみなぎってきた。これは異次元ボックスです。中にアイテムを入れたり取り出したりできます。なるほど。この先にも同じボックスがあるので、いちいちここへ戻らなくても大丈夫です。ボックスマニアより。入ってましたね、丈夫な手袋。よし、これで棒切れを、これで OK かな。うん、さあパピルスとやらはどっちに、あ、おった。そしたらさ、アンダインがさ、あれ、この骸骨さっきのやつと違うんか。後ろに行ってなかった？先回りしとるぞ。別人か、それとも。兄ちゃん、あれってひょっとして人間？いや、あれは岩だ。なんだ、見ろよ、岩の前になんか立ってるぜ。あれって人間？うん。信じらんない。兄ちゃん、俺様はついにやったぞ。アンダインに褒められる。これで俺様は人気者、人気者、友達いっぱい。本、おい人間、ここは通さんぞ。偉大なるパピルス様が阻止してやるからな。貴様を捕らえて都に連れて行って、そしてあとは知らないけど、とにかく貴様覚悟しろ。あ、逃げたぞ。うまくいったな。心配すんなって、悪いようにはしないぜ。オイラに任しとけよ。こういう時ってさっき行かんかった上の方向が気になりますね。標棒が飛び出してきた。標棒アタック11、ディフェンス4。標棒の棒は帽子の棒。うん、君の頭、お、難しい。
やっぱりコソ泥目。じゃあ褒めたろ。うらやましい。あげないよ。なかなか黄色くならないですね。無視したろ。ねえ、僕の帽子見えてる。かまってちゃえな。今度は褒めたらいいのか。おっと、ややこしいやつやなこれ。いやいや、注目したってやん。あ、今度は分析したらいいのか。君帽子はくれよ、こんな帽子帽子言うのやったら。時間かかるな。話すだけだったらダメなんか。攻撃して弱らして盗んだらいいのか。あれ、ダメージ入った？今入ってないな。なんかプリーズ Z とか出んかった今。 Z？これ大変やな。キーボードも触らないかんの。これコントローラーだけでなんとかならんのかな。お、よかったぞ。これで盗めるか。割と一回一回の戦闘で考えますね。うまくいった。そして帽子は手の中で溶けた。すごく寒いよ。標榜はもういない。もう金結構くれたな。ちょっと回復しよう。釣り竿、地面に突き刺さっている。釣り糸を巻いてみる。釣り針には変な顔をしたモンスターの写真が引っかかってる。電話ください。これが僕の番号です。電話するのはやめておいた。誰の写真や。一緒やな。パピルスちゃうやろな。なんか友達欲しがってたしな。お、またや。忙しいな。これキーボードでパチ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 やらないかんとかになったら僕これ無理やぞ。お、聞いた。あ、倒してもうた。あ、経験値くれた。なんだ、倒した方がええんじゃん。あ、さっきの遺跡のキャラ以外は倒してもいいのか。ダンボールにナレーションが書いてある。貴様は思った。これは立派な見張り小屋だと。貴様はもう一体誰が作ったのか。きっとあの有名なロイヤルガードの男に違いない。チュウ。まだ有名なロイヤルガードにはなってないけどね。何の話や。入れるんかな。燃え。動くな絶対。これ動いたら動くなって言ったでしょみたいなことになるんかな。ちょっとコーヒーでも飲もう。なんもないんかい。ん？なんか動いたか。気のせいか。俺はよ、動いてるもんしか見えんのよ。動いたもんには容赦しねえ。そう、例えば人間とかな。二度と動けねえようにしてやるぜ。見えてるやん。
このまま動かんかったらいいかな。動かないっていう選択肢はないのか。このままじっと待ってみようかな。何にも起こらんぞ。もう戦うよ。それ動くよ。なるほど、なんや。やった。けどなんか、途中の花みたいなやつおったじゃないですか。あれが、殺すの、都合悪くなったら殺しちゃうのみたいなこと言ってたじゃないですか。だからこんだけ殺しまくってもいいんかな。誰かが骨っこじわきを決めた後だ。表現よ。よう、一つ大事なことを教えとくぜ。パピルスはスペシャル攻撃を使ってくる。青い攻撃が来た時は動かなければダメージ受けないぜ。先と一緒やな。覚えやすいように説明するな。信号が赤になったらみんな止まるだろう。信号は赤が止まれだけど、青が止まれだと思え。な、簡単だろ。バトル中は青が止まれだぜ。了解。おお、ヒューッと滑ってる。あ、止まれない。北氷、南氷、西氷、東スノーフルの町と氷。いちいちなんかウィットに飛んでて面白いですね、セリフがね。レッサードッグが現れた。あ、倒しまくってるな。いいんかなこれ。おった。兄ちゃんは怠け者だ。一晩中昼寝をしてたし。それは昼寝じゃなくて普通に寝てただけ。またそうやって言い訳ばっかり。この会話いつまでするんや。うひょ、人間がやってきたぞ。ここは父さん。我が兄と共にパズルを仕掛けてやった。このパズルはなかなかショッキングだ。何しろその名も透明ビリビリ迷路。この迷路の壁に触れるとこのオーブから強力な電撃が発生する。どうだ、素晴らしいだろう。もっとも貴様にとってこれは悪夢の始まり。余裕をかましていられるのも今のうちだ。はい、それじゃあ始め。こんなパズル、え？ちょっと兄ちゃん何やらかしたの。そのオーブ、人間が持たないと意味ないんじゃないの。なるほど。いやいや、あ、なるほど、ご丁寧に通ってオーブを渡すんやね。いや、これ受け取らんかったらいいんじゃない。受け取ってもうた。はい、はじめ。茶番やな。すごい、己ちょこざいな。こんなにあっさりクリアするとは。まあよい、次のパズルはそうはいくまい。何しろ我が兄サンズの作品だからな。貴様は間違いなく途方に暮れる。俺なら間違いなく途方に暮れる。にゃははは。なんじゃあいつは。ありがとな、おかげであいつすごく楽しそうだ。そうそう、パピルスが着てるコスチュームだけど、2週間前のコスプレパーティー用に作ったんだ。それ以来ずっとあれしか着てなくてさ、本人曰く戦闘用ボディらしいんだけど。ほんとパピルスってイケてるよな。どうだか、なんか変な人おるけど、ちょっと一回戻ってさっきの北氷の方行ってみようかな。なんかある。こんにちは、僕は雪だるまです。僕の夢は世界旅行。でもあいにく僕はこっから動けません。旅人さん、もしよかったら一つお願いしてもいいですか。僕の体から雪を取って遠くへ運んでほしいんです。
よかった。どうかよろしくお願いします。雪だるまのかけらを手に入れた。僕の調子はどうですか？この前あげた僕の体のかけらのことですけど。持ってるよ。持ってるよな。うん。時計か？これ。雪だるまが動かれへんっていうのも、足がない以前に世界中旅してたら、溶けるんじゃないの？おかしいな。なんで全然売れないかな。冷たいスイーツを食べるにはうってつけの気候なのに。うん、寒いからじゃないか。お、お客さんだ。いらっしゃい。ナイスクリームお一ついかが。舌にひんやり、心はほっこり、美味しいフローズンスイーツだよ。今だけたったの15ゴールド。うん、買ったのか。体力回復するんでしょ、多分。はい、どうぞ。素敵な一日を。ナイスクリームを手に入れた。うん。もうええぞ。じゃあ、お友達に伝えておいてよ。雪深い森の奥にアイスクリームショップがあるよって。ん？これは雪だるま？あ、蹴ってる。ここに落とすんかな？あー、ちっちゃなってる。あー、ちっちゃ。これ以上はちっちゃくならんか。あ、さっき話聞くか。おいらもおやつビジネス始めてみたよ。フライドスノー、5ゴールドポッキリだ。おいら5ゴールドって言った？ 50 ゴールドの間違いだ。もうほんとはええわ。だよな。それでもまだ安すぎだ。持ってないよな。あ、でっかくなってる。わあ、難しい。これ結構イライラするな。ああ、ほらほらほら。ああ、これいいか。これイライラするわ。そーっと持っていけんかな、そーっと。よし。ああ、くそ。なんかゴルフみたいになった。紫、自由を奪われても、筆を走らせ、ボールに終止符を打つ。2円かよ。安いな。ただの雪玉のようだ。でもよく見ると、雪の12面体だった。なんのこっちゃ。どっち行ったらいいんだろうな。まあ一応、こいつおるところ行こうか。パピルスの名前を覚えて、こいつの名前が覚えられへんぞ。ダーリン、ハニー。匂いの危険レベル、雪の匂い、雪だるま、危険レベル、白、時々黄色になることも。怪しくない匂い、子犬、危険レベル、青、地面を転げ回る匂い。変な匂い、人間、危険レベル、緑、絶対に始末すること。どこでその危険レベルとかいうのが出てくるんかな。今のが全く意味がないっていうことはないですよね。あ、おった。おい人間、過去はできてるだろうな。兄ちゃん、パズルはどこ？そこにあるだろ、地面に。大丈夫、こいつを突破できるやつはいないぜ。これか。モンスターキッズ文字探し。いや、みんな、隠れた言葉を見つけられるかな。なんじゃこれ。兄ちゃん、素通りされちゃったよ。うん、わからんもん。あれ、やっぱり今日の新聞のクロスワードの方が良かったかな。何、クロスワード？聞き捨てならない失言だ。俺様に言わせれば、お子様チャレンジのパズルより難しいものはない。え、お前本気で言ってんのか。あんなの赤ん坊用だ。よくも言ったな。おい人間、貴様はどう思う？どちらの方が難しい？俺はクロスワードやろ。二人ともどうかしてる。クロスワードなんて楽勝だ。答えは毎回同じ。全部の四角に Z と書けばいい。だってクロスワードのマスを見てると居眠りしちゃうからな。にゃはは。これいつまですんのこれ。で、これは何の意味もないの。そんなバカな。まパピウスの頭は普通じゃないからな。うん、普通じゃないな。っていうかな、なんかこっちが思ってることを先読みして言いますよね、この人。昨日なんてあいつ星占いを解こうとしたんだぜ。もうやばい人やん。
いつかネズミはスパゲティを温める方法を見つけるかもしれない。そう思ったら決意がみなぎった。パピルスの書き置きだ。おい人間、このスパゲティを食べやがれください。貴様は知らないだろうが、これは罠だ。まんまと引っかかったな。食べるのに夢中になって先へ進めなくなるぞ。またしても偉大なるパピルス様のドッキリにはまったな。一回もはまってないわ。何を言うとんや。凍ったスパゲティ凍っとんか。凍りついていてテーブルから取れない。これ電子レンジじゃないの。コンセントの抜けた電子レンジだ。すべてのボタンにスパゲティと書いてある。これどうしたらいいんかな。とりあえず今は無理か。これネズミの穴じゃない。ほら、チュー言うてる。もうほっとこ。犬同士の結婚に注意。さっきなんか危険レベルがどうのこうの言うてたあれかな。あ、通れんようになってる。あっ、凶暴が現れた。ジェリーも来た。凶暴を倒そうか。わっと、これ嫌い、これ嫌い。真ん中で動かんと折ったら当たらんとかないかな。え、マジで帰ったらこっちですか。ジェリーは手で口を覆わずに大きなくしゃみをした。やめて。今はそのネタやめて。あれ聞かん。空気読めし。ジェリーは便所に行く宣言をした。置き去りにする。ジェリーがよそ見をしている隙に他のモンスターと一緒にバックれた。お、レベル上がったな。なんか変えてる。ここがバツマークになってる。ここに行ったらいいのか。これ、雪の中にスイッチが隠れている。勝ち。これで通れるようになったかな。うん。ん？あ、犬の夫婦か。物騒なもん持っとるぞ。なんか似合うっす。匂いのもと、匂いのもとはどこさ。匂いのもとに継ぐっす。正体を表しな。ボスか。む、匂いのもとはここっす。マークしたくなるっす。やめて。マークしてやるさ。ボスの音楽ではない。犬カップルが襲ってきた。そんな強くないな。ああ、なぜ刺してくれんのか。うわー、うわ、これどうしたらよかったの。うわー、だいぶ食らったな。犬たちは次のお花スリスリコンテストに向けて練習している。これ嫌いやな、割と。あ、犬たちにもう一度こちらの匂いを嗅がせてみたら。どうやって嗅がせたらいいんや。なでなで。違うな、これ嫌い。これほんまどうしたんや。これこれでいいの。体から変な子犬のような匂いがする。あ、これで良さそうやな。こういうことか。なるほど。よっしゃ、これは攻略したぞ。あー、これの方が嫌やな。お、これか。なるほど。
犬たちはもう匂いに問題がないことを確認済みだ。ほなこれ逃げてくれるんか。ああ犬たちはこちらを迷子の子犬だと思ってるようだ。違うんか。あ、青は止まっとったら当たらんのよな。子犬に撫でられたっす。私も撫でとくれよ。両方撫でたらいいのか。あ、ミスった。慌てた。あと体力3しかないやん。あ、よっしゃ。これで。うん。倒さんと済んだけど、経験値はもらえんかったな。犬が犬に撫でられた。その発想はなかったさ。変な犬、サンキュッス。ちょろいな。ちょっと回復したいな。ナイスクリーム食うか。15。パズルやな。すべての罰を丸に変えた後スイッチを押すこと。うん。丸に変えないかんのか。ダメか。はあ、ははあ、こういうこと。割とタッスいな。オッケー。また俺は何、俺様の罠をどうやって回避した。一回引っかかったけどな。俺が食べる分は残ってるのか。食ってないわ。残したって。本当に。うわー、俺様のお手製パスタ残したの。残したっていうか食えてないんよ。解凍しとけや。俺様の分をわざわざ残しておいてくれたの。心配には及ばん。マスターシェフパピルス様がまたいくらでもパスタを茹でてくれるわ。ははははははにゃはにゃに。うん。最近兄ちゃんが靴下をコレクションし始めた。嘆かわしい。俺様は時々思う。俺様みたいにイケてる弟がいなかったら兄ちゃんはどうなってたことか。にゃはは。もう襲ってもけえへんわ。人間、実はね、貴様がなかなか来ないから、このパズルを改良しておいたぞ。雪の塊を動かして、俺様の顔みたいにしてやった。しかも、雪は凍って固まってしまったぞ。だから当然、答えも変わったということだ。その上、怠け者の兄ちゃんもここにはいない。要するに何が言いたいかというとだな、全く心配には及ばんということ。もう会話がわからん。偉大なるパピルス様がこの謎を解いてやる。そして二人で一緒に酒へ進もう。でもその前に自力で解いてみてもいいぞ。俺様はここでお口にチャックして見てるから。こいつはなんやねん。すべての罰を丸に変えた後スイッチを押すこと。そうですね。あ、いか。2回踏んだらあかんのよな。あ、間違えた。まではいけるんやな。あ、こういうふうに回ることもできるんか。うん、いかんか。苦手やわ、こういうの。
はあ、難しないこれ。これでは一応全部いけるんやけど、踏みに帰れんのよな。おい踏んでくれ、おい踏んでくれ。ああ、どうした、ヒントが欲しいのか。このパズルを見ていて俺様は気づいた。これはと、これを解くには全ての罰を丸に変える必要がある。貴様を試してみるがいい。もっとすごいヒントが欲しければもう一度話しかけてくれ。ここは入れんか。あ、わかった、わかっちゃったかも。ここで、あれ？ダメか。あ、わかったかも。またやけど。ここを踏んで、こう？どうや、やったったと。よし、やった、解けた。俺様のアドバイスのおかげだ。何も漏れてない。素晴らしい、実に見事だ。さては貴様、俺様みたいにパズルが大好きだな。そのならきっと次のパズルも気に入るはずだ。貴様には簡単すぎるかもしれんがな。にゃーはははは。お、なんでオイラにヒントを聞かなかったんだ。ずっとここにいたのに。いやいやいや、おったかな、おらんかったと思うけど。来た、さっきの人間だ。貴様は絶対にこのパズルを気に入るはずだ。何しろかの有名なアルフィー博士が発明したんだからな。この灰色のタイルはスイッチを入れると色が変わる。タイルは色によって違った効果を発揮するのだ。赤いタイルは通行禁止、つまり通れません。黄色いタイルは電撃ショック、踏むと感電するぞ。緑のタイルは警報装置、うっかり踏むとモンスターと戦闘になる。オレンジのタイルはオレンジの香り、踏むと体が美味しそうな匂いになるぞ。青いタイルは水のタイル、泳いで通っても構わん。ただし体がオレンジの匂いになっているとピラニアが寄ってきて噛みつくから注意だ。それと青いタイルが黄色いタイルの隣だと青いタイルを踏んだ時も感電するぞ。なんだこれ、ややこしいな、これ覚えれんわ、こんな。紫のタイルはツルツル滑る、踏むと隣にのタイルに強制的に移動してしまう。ただしツルツルの元になる石鹸はレモンの香りなのだ。ピラニアはこのレモンの香りが大嫌い。つまり紫と青の組み合わせはセーフということだ。これ多分解かんでええな、こんなもん覚えれるか。そして最後にピンクのタイル、ピンクは踏んでも何にも起こらない、だから好きなだけ踏むといい。どうだ、わかったか。任して、多分いけるはずや。よし、では最後に大事なことを教えよう。このパズルは完全にランダムに生成される。この俺様がこのスイッチを押せば誰も見たことのないパズルが誕生するのだ。だから答えは俺様にもわからん。にゃははは、覚悟はいいか。あれ？ちゃんとパズルになるの？どうせピンクだけ踏んでったらいいみたいな展開になると思ったのに。あ、目がチカチカ。ほら、見て！てみーや、あんなルール覚えれるわけないもんな。さっきのスパゲティだけどパピルスにしては上出来だったんだぜ。料理を習い始めてだいぶうまくなったんだ。来年にはきっと食べられるもんに作れるようになるよ。その前に溶かしたら食えると思うんやけど。犬に注目、なでなでしてくだち。床に犬印のレーズンの箱が見えた。もらえるの？もらえるわけではないか。雪でできたものは壊してもっと便利なものに作り変えることができる。そんな当たり前のことを思うと決意がみなぎってきた。